はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、ちょっとガチャ動画が続きますけれども、今回はパワープロ25周年、無料ガチャと、あとこちらの天空中央、パワーアップ応援ガチャの方を引いていきたいと思います。で、ちょっとガチャを引く前に1枚チケットを消費していこうかなと。PSR ガチャ補助券がですね5枚溜まってますので、まずこっちを先に1個引いてから、ガチャの方を引きたいと思います。まあ、まずはこれいきましょう。まあ、これはね常設系なんであんまり期待はしてない。おねおねは一応持ってるは持ってる、反転しなかったしね。まあまあまあ別にこっちはっていうところです。じゃあ先にパワプロ25周年記念無料ガチャを引いていきますか。まあちょっと見てみますと、まず無料で10連が引けます。でピックアップキャラ的には何のこれ、倍率の補正はかかってんのかな。厳選35キャラのみ出現でしょ。出現イベキャラの方を見てみますか。あ、一応バナー的には、出てるけど、ここにいる人たちは限定キャラですっていうところかな。またなごみちゃん、アーサーとかがいて、まあこんな感じですね。こんな感じ。あ、サナちゃんとか、あれサナちゃんって普通のサナちゃんか。ルナちゃんも普通のルナちゃんか。これ多分35キャラは均等に出てくる感じですね。うん、そうだね。一応シキアとかここに載ってるキャラか。まあ、ルナちゃんいて、普通のサナちゃんですね。サナちゃんいて、星空星光くんがいて、あとココロちゃんとも通常バージョンがいて、エクちゃんがいるという感じですね。まあじゃあ、引いていきましょう。10連 PSR が確定してます。35キャラちょっと全部は把握してないけど、割と有能キャラは揃ってたよね。まあ安定の1枚。サクヤか、すげえ使うかって言われると、まあ別に使えないキャラではないからね。東雲くんやっぱ欲しいよね。まあ、ジェントル東雲くんの全部 R じゃん他まあいいや、どうせ無料だしという、まあ、感じでした。東雲くんはね PSR50 になるとね技術ボーナス12がつくんで、これがやっぱね強いと思うんですよね。まあ、特にジェントルに、なりますと固有もね、ついてタックボーナスと練習効果アップが固有でつくんで、さらに練習での経験点が上がるんで、まあ、こっちのね天空中央、パワーアップ応援ガチャは、バナーキャラはジェントル東雲と、バニーサイリさんと、ワイルド雷という形になってます。で、50連のところで PSR が、バナーですね、バナー PSR が1枚確定してますので、まあ、そこまで引いていきますというところで、単ガチャは1回かのみなので、まあ、単ガチャ引いて、まあ、例によって50連引いてやっていきましょう。あ、一応一押しキャラもまた見てみる。ワイルド雷ですね。まあ金徳がもちろん変わってます。まあ、野手なら重戦車。投手だと通常の雷は別に金徳をくれなかったと思うんですけど、一応投手で使ったとしてもクロスキャノンをくれるようになってますと。あと固有が確かついてるのかな。で、ごめんなさい。ジェントル、東雲くんですね。まあ、投手だとジャストフィット。一応投手でもくれます。で、野手の場合は規制本能ですね。まあ、金徳変わったのをどう見るかっていうことですね。通常のテーブルに関しては固有がついてるんで、これは確実に強くなってます。あと東雲くんはね、やっぱり俺はコツが本当にいいと思う。コツがめっちゃ優秀で、通常バージョンだとね、まあ、アイコンタクトっていうなかなか、まあ、ちょっと重い金徳ではあるんですけど、まあ、なかなか珍しい金徳ではあるので、まあ、結構好きだったんですけど、まあ、それが規制本能になって、まあ、規制本能自体もね、まあ、珍しい金徳っちゃ珍しい金徳なんですけど、まあ、どうだろうねなかなか骸骨をつかむのが難しいかなとは思うんですけれども、まあでもね全然普通の東雲くんよりは強いので、まあ、欲しいは欲しいですね。であとサイリさんの方なんだよね。まあサイリさんもね、まあ、金縛り投手で野手だと規制本能だったんですけど、やっぱりね
独身術だったっていうところからの寄生本能なんで、野手の場合ね、そこがねやっぱり微妙は微妙ですよね。まあ、独身術キャラもね結構増えてるんで、通常サイリさんも頻繁に使うかって言われると、まあ、はるかちゃんがねいるんで、まあ、独身術取るんだったらはるかちゃんでよくないっていうところになって、じゃあバニーサイリさん使うかって言われるとなんか微妙なところはありますけど、まあ、一応こんな感じになってます。まあ、ただ可愛いっていうそれだけ。では、タンガチャの方いきましょう。ほい、タンガチャはねちょい前にタンガチャの奇跡的な、じゃあバナーの奇跡かみたいなのが起きたんで、ちょっとここはもうあんまり気にしない。しののめくんですと。では、10連目ですね。バナー PR 以上確定で SR の出現率が2倍。そう、こういう系だよね。バナー PR 以上確定のところで PSR が来たんで、あれですね、バレンタインの時か、リプレミちゃんか、リプレミちゃんのところで来たんで、今回はそんなには期待はせず、一応虹玉が出たんで1枚、ただ6個目またしののめくんか、まあ、しののめくん自体は悪くない。サイリさん PR で、問題はここ、小高ちゃんか。別に小高ちゃんももう使わないからね。ジャスミン小高ちゃんもねもうちょっと使わなくはなってきますので、まあ、とりあえずミキサーかけるか鍛えていくかは考えます。で、20連ここは SR1 枚確定ということになってます。ほい、まあ、結局ね SR 出るはいいんですけど、キャラがやっぱり重要ですからね。カンパチか、赤原は俺は結構好き、最近ちょっと使ってないけど、ワイルドの R か、普通の赤原は多分今プラ2とか3とかのはずだったんで、まあ上限解放していきましょう。なんだっけ、キャッチャーでやらなければキャッチャーコツはもう手に入らないんだよね、そのサブポジをつけなければ。まあそれは俺はいいと思う俺のスタイルには合ってる。基本的にサブポジキャッチャーつけないんで、キャッチャーコツいらないんですよ。でそうすると赤原のねミートコツの確率が上がるんで、まあ、それは結構嬉しい修正かなと、思います。では30連目、ここはバナーから SR ですね。はい、もうここら辺の演出は虹が出ない限りはなんかおっとはならないから。おー、ワイルド。通常の雷はプラゴなんですけど、あと通常の雷がどれくらい余ってたかだよね。いや、ここはちょっと PR もひどいし、他は R だけか。あれ、倍率的には 30%、 多分3人合わせて 30% ってことは、まあ、1キャラ入ってればっていう、1キャラずつ入ってるよ的なイメージかな。で40連目もバナーの SR ですね。いや、もういいよ、金の玉が出ても気にしない。サイリさん、ちょっと他が微妙だな。うん、まあそんなもんか。PR ってちなみにさ、どれくらいの確率なの、全然気にしてないんだけど。では、50連目、ここはバナー PSR ですね。やっていきましょう。ほい、お、2枚入ってる。おー、しののめくん、いいですね。まあ、どこまで上げられるかっていうのは例によってありますけど、あ、ミサちゃんか。ミサちゃんでももうちょっと割と結構前にプラゴになってるんで、
で、そう、篠宮くんね、テーブルの方を見てみると、まあ、得意練習はね、片守備の2種類で、固有とかを考えなければ、タックがね、50止まりで、まあ、ちょっとやっぱり、片守備だと火力不足かなっていうところはあるんですけれども、そこに固有35で行き過ぎた愛、タックボーナスと練習効果がつくので、これはかなりでかいですね。であと、もともと試合経験点ボーナスを持ってるキャラなので、これも嬉しいと。で、得意練習率アップ20もついてるんで、だこの固有がついたことによって、まあ、篠宮くんはかなり使いやすくなってると思います。で、さらに50になるとね、このいきなり技術ボーナス12がつくんで、まあ、技術ボーナスもね、乗るという形でタック自体はかなり強いんじゃないかなと、思います。50にして使えば。で、あと、まあ俺が毎回言ってる、コツの方ですね。あ、そっか、一発逆転が増えてんのか。早急守備職人、安倍比降格っていうのがね、デフォルトの篠宮くんでついてて、まあ、そのどのコツが来ても、かなり嬉しいコツだったんですけれども、そこに一発逆転が、加わってますと、いう感じですね。で、余計なもんはついてなかったはずなんで、まあ、そんなわけで、PSR は、篠宮くんでしたと、いうことで、まあ、ガチャ自体はね、今回はこれで終了するんですけど、一応ね、強化天空は、2回やってみました。で、一番最初、もう初チャレンジの時はとりあえず、まあ、従来と同じ形で6股でやってみたんですけど、まあレイリーとファウルっていうキャラがいて、まあ、そいつらがね結局勧誘してきてくれるんで、6股じゃなくていいんじゃないかなとちょっと思って、一発で勧誘してきてくれるんで、2回目やった時には、まあ、普通にはるかちゃんだけ彼女キャラ入れてやってみたんですけど、まあ勧誘中心にやると多分12月の終わり年内までには揃いますので、別に6またやる必要はないと思います。で、経験点多分ね、ばらつきはね出てくると思います。ただ経験点自体はね結構悪くないんで、まあ多分いろいろね研究、皆さんがね研究してくれた成果の賜物もあると思うんですけど、まあ思ってたよりは全然いいですね。天空中央強化、しっかりと経験点も、出せるんで、まあ、それはね、まあ、次回のサクセスあたりで、やっていければと、思ってますので、まあ、その際はねまたぜひ、見に来ていただければと思います。まあ、そんなわけで、今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。